アウトトリケ、うぬけは二分割できる。父は、理系の先生、母が文系の先生。うん。で父サイドに弟がつき、母サイドに私がついた。だからここで理系文系で分かれた。で最近現れた妹、過去私と 10個違いの女の子は揺れてる揺れてるが、いや文系寄りになりそうみたいな。そうそう、どっちかな、こうなっていくな。みんな血を引いてんね。ただね、妹はね文系は文系でも英語に目覚めつつあって、もうちょっとだから血がつながってないのかなってちょっと思ってるうん、ちょっと血がつながってもしかしたらつながってないかもしれないって最近。うん、そうなの。みんなだって父と弟はもう数学系なの、母と私はもう国語系で、妹だけ英語系なのねいろいろえ、私だけ血がつながってない。あ、なんでそうなるねん、なんでやねん。そんなことない。いや、だけどやっぱ妹はやっぱねちょっと違うんだよ。だってなんか友達が多いのね、めちゃくちゃ多いの。だって誕生日の日に LINE のよくわかんない人のタイムラインに流れてくる誕生日おめでとうカード書こうみたいなやつが40人から来てて、しかも友達が、今日さあやちゃんの誕生日だね、うちで誕生日パーティーやらないって誘われるんだよ。アニメの中みたいなアニメの世界ですかみたいな。なんかすごいね、それなんね。そう主人公みたいな。そう、うんのけ友達が少ない血筋のはずなのにおかしい。そうなんだよ。だって私誕生日で誕生日おめでとうカード来たの母と誰だっけ、2人1日かけて2人来て、そんな友達、え、誕生日会なんてそんな一回も開いたことない。なんやろ。でもよく考えると弟もなんか友達が、あれ、そう、私今日インスタグラムでつぶやいたんだけど、なんかバーベキュー会場行ったの先週。でもまあとあるタイアップ企画で、まあそのバーベキュー会場をぜひけんぴさん来てくださいって言ってくれた企業さんで、いいね、あ、肉食べられるなら行こうって。普段起きないんだけど行こうと思っていいよって言ったら、お友達3人までなら連れてきて OK なのでぜひって言われて、3人か、困ったねってなりまして、まあ、とりあえず弟ケンピー、もしもしチロちゃん、丸月丸日、あ、ごめん、ケンピーその日はもう予定があって、あ、なるほどね、じゃあね、どうしようカード2枚しかない、チロちゃんか弟、2枚しかない、3択なんて埋められないの、2枚しかないかな、無理なの。元彼はどこにいるんだ、あいつどこにいるの。君は困った、後ろのトゲピー3匹連れていけば OK、 困っちゃうよ企業さんが、どうするの、私の友達ですっつってトゲピー連れてきたらさ、どういう反応すればいいのボケなのかマジなのか分かんないラインだよね。ぬいぐるみをさ、友達ですって連れてくるやつって突っ込んでいいのか突っ込んじゃダメなのかちょっと分かんないねえ。ポン酢、あ、ポン酢連れてきゃよかったのか。いやでも結局私は思いつかなくて、弟に頼んで、お前の友達を連れてきてくれないかって言ったら、でも俺も最近まで入院とかしてたから友達全然いないよ姉ちゃんとか言いながら、当日にちゃんと2人連れてきたよあいつこの差って何なんだ、この差って何だろうね。なんだ、ワンちゃん弟偉いよね本当に。友達ね、なんかめっちゃ多いタイプじゃないけど、困った時に手を差し伸べてくれるとか来てくれるとか、ね、いい深い関係の友達が多い。理想ね、な、理想理想。運の気はね、だんだん順々にその友好関係度っていうか、そういうの上がってきてんだよね。ケンピがお母さんのお腹の中に全部置いてきちゃったみたい要素全部忘れてきちゃった。ちょっと金ピだけなんか、そうだからこういう関係の
度合いだけ私母のお腹の中に置いてきちゃったみたいで、さっき私こう妹がもしかしたら血が繋がってないかもしれないって言ったじゃん。めちゃくちゃコミュ強やし英語好きやし、英語好きな理由もいろんな人と話してみたいからなのね。やばすごいね、とは言ったんやけど、時々ね妹と弟のこういう関係の広さ見せつけられると、これはちょっと顕微だけ血が繋がってないんじゃないかなって思う時はある。なんなんこれね、あーそっか、私から学んだ、あなるほど、弟と妹が、あなるほど、弟と妹が私を見て学んだ。